ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年ももう半分が終わったわね。本当に月日が経つのはあっという間だわ。そうだな。つい先日新年の挨拶をして、箱根駅伝を見ながら、お雑煮やおせちを食べていたように思うぜ。気がつけば年末までもうあと数ヶ月しかないじゃないか。先日、ネットニュースで2024年上半期に亡くなられた方が掲載されたサイトを、たまたま見ていたんだけど、あの方の訃報って今年だったっけ？っていう人が結構いたわ。それでなおさら月日の速さを実感したのよね。なるほど、そういう事情もあったのか。確かに、私も同じことを思ったことがあるな。改めて誰が亡くなったのか、ゆっくり解説してもらえないかしら？時間をかけて個人を忍びたいわ。私もそうしたいと思っていたところだ。では、今回は2024年上半期に亡くなった有名人を時系列で時間の許す限り多く紹介していこう。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1月4日には写真家の、篠山紀信さんが老衰のため、83歳で亡くなっている。日本で最も名が知られた写真家の一人だわ。篠山さんは女優、宮沢りえさんが人気絶頂期の18歳の時に発売されたヌード写真集、サンタフェを撮影したことでも知られているぜ。めちゃくちゃ社会現象になっていたわよね。ちなみに、1991年発売で累計発行部数は驚異の165万部。日本の芸能人写真集の売り上げ部数としては未だ破られていないという。30年経っても未だ歴代1位なのね。宮沢さんという被写体が素晴らしかったのはもちろんだけど、篠山さんが撮影したからこそ宮沢さんの魅力を最大限に収められたのでしょうね。ただ、篠山さんといえば人物画被写体の写真家のイメージがあるが、初期の頃は日本全国の家や廃墟を撮影する写真家だったそうだ。それは初耳、多様なジャンルの撮影ができるのも魅力だったんでしょうね。1月11日には演歌歌手の小金沢昭治さんが呼吸不全のため65歳で亡くなっている。小金沢さんといえば、歌手の小金沢くんというフレーズが使用されたテレビ CM よね。一躍注目を集めたわ。小金沢さんは、北島三郎さんの付き人として下積み生活を送り、1992年に放送された霊夢の記憶に残っている CM、フィニッシュ講話で話題沸騰となる。私の中では演歌歌手であると同時に、UFO と頻繁に遭遇する人というイメージが強いわね。2022年夏に新型コロナウイルス感染症により入院。回復後も後遺症により誤嚥性肺炎を頻発するなど、体調不良のため入退院を繰り返していたそうだ。そうだったのね。もしかしたら亡くなった原因の呼吸不全も、コロナに感染したことと何らかの因果関係があるのかもしれないわね。1月16日にはお笑いタレントで画家のエスパー伊藤さんが、転換重積のため63歳で亡くなった。ボストンバッグに自ら入ることができる成人男性は、後にも先にもエスパーさんだけ。様々なバラエティ番組やお笑いのライブに出演していたが、2018年に右変形性股関節症と、突然眠気が襲ってくる原因不明の症状のため休養を発表。股関節の手術後に多発性脳梗塞も発症した。バッグに入る持ち芸で股関節を酷使したために発症したのよね。2020年2月に休養後初となるメディア出演時には、入院生活を続けていることや、生活保護を受けながら入院費を賄っていること、そして脳梗塞の影響で言語障害と顔面麻痺を発症していることなどが明らかになった。かなり苦しい状況だったんだわ。そして、晩年は病院から老人ホームに移り、認知症を発症して半分寝たきり状態となった。さらに人の手を借りなければ食事ができず、会話も、はい、いいえぐらいしか、できなかったということを、身元引き受け人だった芸人が明かしている。あのエスパーさんの晩年がそんな様子だったなんて信じられない。今頃天国で大好きな絵を描いて過ごしているといいな。1月20日には、電撃ネットワークメンバーの南部虎田さんが脳卒中のため72歳で亡くなった。南部虎田という芸名は、女優の市原悦子さんが名付けたのよ。1985年に、ダチョウ倶楽部の初代リーダーとして活動を、1987年に脱退、1990年に電撃ネットワークを結成している。過激な体を張った芸で日本のみならず、世界でも人気だったわ。2011年に2型糖尿病と診断され、2017年には糖尿病が悪化し自宅で倒れ、緊急入院。
治療の過程で心不全の状態と診断され、心臓バイパス手術が行われている。南部さん、様々な病気と戦っていたのね。2019年には糖尿病を原因とする末期腎不全のため、妻をドナーとして生体腎臓移植手術を行うが、2024年1月に脳卒中のため、亡くなったとのことだ。改めて、糖尿病って本当に恐ろしい病気だわ。葬儀は遺族の意向で、喪服での出席は厳禁となっていたため、参列者はコスプレや着ぐるみなど、思い思いのド派手な姿で参列。その様子に、渋谷のハロウィーンみたいという声もあったという。南部さんらしいお別れの場になったのね。見送る側にとっても、南部さんのことを思いながら衣装を選んだ時間は、きっと忘れられない思い出に残ったんじゃないかしら。1月29日には漫画家の芦原日奈子さんが亡くなった、享年50歳だ。大きくニュースになっていたわね。2023年10月期に芦原さん原作のセクシー田中さんがドラマ化されたが、全話放送終了後となる2023年12月に脚本家側が SNS で、脚本について混乱があったことを示唆する投稿を行ったのが問題の発端だ。確か、原作者から脚本も書きたいと、たっての要望があったとか、どうか今後同じことが二度と繰り返されませんようにといった内容だったわよ。芦原さんはこの投稿から1ヶ月が経った、2024年1月26日にブログ内で、意図しない脚本の改編が行われた経緯を説明、脚本をめぐるトラブルがあったことを認めていた。SNS 上では脚本家やドラマを放送した日本テレビへの批判が巻き起こっていたわよね。それらが大きくメディアでも取り上げられていたわ。1月28日には自身の一連の投稿を削除し、謝罪のコメントだけを残し、同日そのまま行方不明に。翌29日に栃木県内のダムで遺体が発見された。自宅で遺書のようなものが発見されたことや、現場の状況から自ら命を絶ったと見られている。原作がある作品をドラマ化、映画化するというのは、原作者の意向が最大限尊重されなければならない、というルールが当たり前にあるものだと思っていたわ。本当に悲しい知らせになってしまったわね。2月6日には指揮者の小沢誠二さんが心不全のため、88歳で亡くなった。世界的にも有名な指揮者よね。一度でいいから小沢さんが指揮するオーケストラを聴きに行ってみたかったわ。1973年から、ボストン交響楽団の音楽監督を29年間務め、その後は、ウィーン国立歌劇場の音楽監督にも携わっていた。指揮者にとって憧れの超一流楽団ばかり。いかに小沢さんがとてつもない指揮者であるか、一発でわかるわよ。小沢さんが亡くなったことを受け、かつて音楽監督として携わったボストン交響楽団は、死去当日に哀悼の意を公式サイトのトップページなどに掲載。誠二は世界中のファンにとって、これらすべて、そしてそれ以上の存在だった。マエストロ小沢のご家族、ご友人、そしてクラシック音楽界に深い哀悼の意を表します。と称え、忍んだ。小沢さんがどれだけ偉大な存在だったか、この文面からだけでも一目瞭然ね。他にも国内のみならず、世界中のオーケストラから追悼の声明が寄せられ、世界中の音楽家がメッセージを出した。また、ニューヨークタイムズでは長い追悼記事を出し、東アジアのクラシック音楽家に対する偏見を払拭することに貢献したと、その功績を称えている。小沢さんが残したたくさんの功績は、今も残り続けているわよ。そして、多くの人の心に小沢さんの音楽もしっかり生き続けていくんだと思うわ。3月1日には、漫画家の鳥山明さんが、急性硬膜下血腫のため68歳で亡くなった。全世界に衝撃を与えた訃報だったわ。代表作はドラゴンボールで、累計発行部数は2億6000万部を記録。キャラクターデザインを手掛けた、ドラゴンクエストシリーズは、8800万本の出荷本数を記録している。全世界で最も有名な漫画家の一人と言っても、決して過言ではないわよ。日本の漫画が海外で、漫画と呼ばれ、世界に広まるきっかけを作った先駆者が、鳥山さんだと言われている。数多くの漫画家だけでなく文化そのものにも影響を与え、伝説の漫画家や、史上最も影響力のある漫画家と、評価されているとのことだ。確かに、鳥山さんに影響を受けた今活躍している漫画家ってとっても多いのよね。ワンピース作者の小田栄一郎さんは、最も尊敬する漫画家に鳥山さんの名前を挙げていて、なんと、神様とまで表現しているそうよ。鳥山さんの訃報を受け、日本全国の書店で鳥山さんの追悼コーナーが設けられる動きが広がった。
また、アジア、南米、ヨーロッパ、北米などでも鳥山さんの漫画の販売数が急増したり、追悼イベントが行われたりと、各国にも大きな衝撃を与えた。世界中が鳥山さんが亡くなったことを悼んだんだわ。鳥山さんが残したものの大きさを考えると、いろんな国がそのような動きを見せるのも、不思議ではないわよ。また、多くの漫画家も追悼コメントを寄せており、鳥山さんが漫画家として素晴らしい功績を、残したことだけでなく、いかに人として愛されていたかも伺い知れるぜ。もう新作漫画が見られないと思うと残念でならないわ。3月4日には声優やナレーターとして知られる、タラコさんが63歳で亡くなった。鳥山さんと同じ日に亡くなったことが報道されて、ダブルでショックを受けたわ。タラコさんといえば、ちびまる子ちゃんの主人公、まる子役で知られている。番組開始は1990年で、亡くなるまで34年にわたり、一度も声優変更なく務め上げた。原作者の桜桃子さんの声と、タラコさんの声がそっくりだったことが、オーディションでまるちゃん役に選ばれた理由だったのよね。亡くなった原因は公表されていないが、2024年に入ってから体調を崩し、療養しながら活動を継続していたそうだ。2024年2月、最後に投稿された SNS では、車椅子に座りながらスタジオでちびまる子ちゃんの収録を行っていた写真が投稿されている。車椅子に乗っているってことは、自力で歩くことが難しかったということなのかしら。それでもキャラに命を吹き込むという仕事は全うしたいという思いはプロそのものね。2024年6月にはお別れの会が開かれ、たくさんの声優仲間などが参列。一般人を対象とした献花の時間も設けられ、参列したファンが別れを惜しんだとのことだ。私はまるちゃんと同じぐらい、天空の城ラピュタのパズーの親方の娘、マッチの印象も強いわ。出演シーンはわずかだったけど、幼い頃見た時に、まるちゃんの声だ、と一発でわかったの。それぐらい、個性に溢れた声優さんだったなぁ。ラピュタつながりとなるが、3月14日には俳優、声優の寺田みのりさんが肺がんのため、81歳で亡くなっている。寺田さんといえば、息子ね、同じ月にラピュタの声優さんが、二人もお亡くなりになっていただなんて。アニメ作品の声優をしたのは息子が初めてで、後半の収録時は絵が未完成だったため、15秒でこのセリフを言ってください、といった指示を受けていた。そのため、時計を見ながら声を吹き込んだとされている。アニメ界では割と普通のことらしいわね。あの、目が、っていうのも絵がない状態で声を吹き込まれたんだわ。俳優としても数多くの作品に出演。最後の出演作品は2024年に放送された、ウルトラマンブレイザーとなった。ウルトラマンにも出演していたの？時代劇のイメージが強かったけど、カメレオン俳優だったのね。ああ、またラピュタを見たくなったわ。寺田さんの息子がいてこそ魅力が増すからね。ただ、アテレコ時に演技について、監督の宮崎駿さんと揉めたことから、トラウマになり、公開後にラピュタを見ることはなかったそうだが。そうなの？寺田さんはラピュタが不朽の名作だと言われることに一番驚いていたのかもしれないわね。4月15日にはビジュアル系ロックバンド、ガゼットのベーシスト、レイタさんが、42歳で亡くなっている。レイタさんって、ゴールデンボンバーの歌広場淳さんがやっていたキャラクター。バンギャル代表、純子アットマークレイタの嫁のレイタさん。そうだ、過去はひらがな表記で活動していたからな。詳しいシーンなどは公表されていないが、亡くなる直前と思われる4月15日未明に、ガゼットは永遠であってほしいと願う、と生前最後の投稿を行っている。かなり意味深な文面ね。また、公式サイトのメッセージには、あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく、悔やみきれない思いといった文面がある。そのため、ネット上では、自らの意思で最後を選んだのでは？と噂されているようだ。そう捉えられても不思議ではない感じだけど。葬儀は親族の意向で近親者のみで取り行われたが、海外ファンからの嘆きも深いものだった。ロシアでは現地のファンが、モスクワの日本大使館に交渉し、了承を得て大使館前で喧嘩を行ったということだ。ロシアでも人気があったのね。ファン向けの追悼イベントも、ファンクラブ限定という形でライブが行われ、これをもってお別れの会となった。今後も公認ベーシストは入れず、レイタさんの機材を使用して、楽曲制作を行うことが表明されている。新曲でも変わらずレイタさんを感じることができるのね。ファンを大切に思っていることが伝わるわ。
4月26日にはファッションデザイナーの桂由美さんが94歳で亡くなった。94歳、大往生だわ。桂さんはウェディングドレスなどブライダルデザインの第一人者として知られており、日本初のウェディングドレス専門店をオープンしたことでも知られている。結婚式におけるウェディングドレスという分野を確立しただけでなく、日本のシルクの美しさや魅力を世界中に広く周知したという功績もあるのよね。X では桂さんのドレスを着用した大勢の人から感謝の声が寄せられ、中には亡くなる1週間前に桂さんのサロンでドレスの試着を行い、桂さんから直接接客されたという人もいたそうだ。亡くなる直前までお店で接客をしていたの？まさに生涯現役でブライダル事業に取り組んでいたと言えるわね。これまでに70万人以上の人が桂さんのドレスを着用したと言われている。今後は桂さんの思いと遺産が生き続けるよう、クリエイティブチームが制作を続けていくそうだ。桂さんの手掛けたドレスは多くの花嫁に幸せを運んでいたのね。その思いが継承されると知って、喜ぶ人も多いに違いないわ。5月16日には俳優の中尾彬さんが心不全のため、81歳で亡くなっている。中尾さんといえば、ねじねじ、亡くなったニュースはとても驚いたわ。1961年に俳優デビューをしてから、数多くのドラマや映画に出演。妻の池波志乃さんとは、芸能界一のおしどり夫婦として知られ、夫婦でバラエティ番組や CM にも出演していた。池波さんが、ねじねじという名前を付けたのよね。2007年に急性肝炎と横紋筋瘤解消という、大病を患ったことをきっかけに、2014年頃より夫婦で、終活を精力的に行っていた。夫婦共著で2018年に、終活夫婦という本も出版している。テレビで何度か終活について話しているのを見たことがあるわ。確か厚生証書遺言を残していたとか。2024年に入り体力の低下などから、体調に配慮しながらメディア出演などをこなしていたが、容態が急変し、帰らぬ人となった。生前に墓所を建立しており、そこに納骨されたそうだ。亡くなる前にお墓も建てていたのね。池波さんはゆっくりと、個人を偲ぶ時間が作れたんだろうと思うと、終活って夫婦で行える、残された相手のための素敵な共同作業なのかもね。5月22日には振付師、ダンサーの真島茂樹さんが、虚血性心不全のため、77歳で亡くなった。マジーといえば、マツケンサンバ2のバックダンサー、腰元ダンサーズの振り付けを担当していたわ。マジー自身もダンサーズの一員だったわよね。マツケンサンバ2で一気に注目を集めた真島さんは、バラエティ番組やテレビドラマ、CM にも出演。生涯独身を貫き、年齢非公表にするなど、謎に満ちた人物像が注目された。一時期は、お姉タレントとしても活躍していたわよ。でも、ご本人の性的嗜好は対男性ではなく、対男性、対女性の両方だったそうね。自宅で倒れていたところを訪ねてきた知人が発見し、救急搬送されたが、後に亡くなったことが確認されたとのことだ。定期的にやってくる、マツケンサンバ2ブーム、その度にマジーのことを思い出せるわね。5月27日には漫才師の今来るよさんが膵癌のため、76歳で亡くなった。あの奇抜な衣装は一度見たら忘れられないぐらいのインパクトよね、どやさー。1970年、高校の同級生だった今行くよさんと共に、今行くよ、来るよを結成。女性コンビの先駆け的存在の一組として知られている。高校の同級生だったのは初耳だわ。あの派手な衣装は過去に岡山県倉敷市での公演時に衣装を忘れてしまい、公演会場にあったカーテンをアレンジして衣装にして舞台に立ち、好評だったことがきっかけだそうだ。それ以降、倉敷市に愛着を持つようになったという。お笑い芸人さんらしいエピソードね。今行くよさんが2015年5月28日に胃がんで67歳で亡くなったが、その9年後に来るよさんも旅立った。くしくも、来るよさんの命日は、行くよさんが亡くなった日と1日違いだったんだ。偶然というより、運命と言ってもいいぐらいだわ。天国でも二人で漫才を楽しんでいるんでしょうね。6月12日には、落語家の桂ザコバさんが喘息のため、76歳で亡くなっている。ザコバさんは関西人にとっては、とても馴染みのある人なのよ。中学卒業後に、三代目桂米朝氏の元に入門。落語家としてだけでなく、タレントとしても霊夢の言うように、関西のローカル番組に多数出演していた。ザコバさんと、屋敷隆人さんの掛け合い、好きだったわー。余談だけど、
ザコバさんの甥は歌手のジェイドさんなのよね。ザコバさんは2023年秋頃から体調不良により入退院を繰り返していたそうだ。2024年4月に行われた弟子の襲名会見に出席した際、体調が悪く、持病の喘息に悩まされていることを明らかにしている。喘息って辛いっていうものね。ザコバさん、確かヘビースモーカーだったようだし、症状はより深刻だったのかも。2017年に脳梗塞で倒れたことで禁煙したそうだが、長期の喫煙の影響で喘息だけでなく、慢性閉塞性肺疾患も併発していたという。襲名会見の1ヶ月後、自宅で夕食を取った後に喘息の発作が起き、服薬したもののその後意識を失い、亡くなったとのことだ。喘息が原因で亡くなることもあるなんて知らなかったわ。天国で高人さんといっぱいお話ししているといいなぁ。6月26日には、声優の松野大輝さんが右大脳出血により56歳で亡くなっている。松野さんといえば、アニメ金田一少年の事件後の、金田一はじめ役が有名よね。好きなアニメの一つだわ。幼少期は子役として活動し、10歳で声優デビュー。声優業以外にも専門学校で声優学科の講師をしたり、大学の客員教授、非常勤講師などをしていた時期もあり、教え子の一人にアイドルグループスノーマンの、佐久間大介さんがいるそうだ。恩師が声優、教え子がアイドル。なんてすごい関係。亡くなったのは6月26日だが、その3日後にはイベントで MC を務める予定で、松野さん自身も亡くなる1週間前に SNS 上でファンへの来場を呼びかけていたようだ。そのため、突然の逝去だったことが伺える。脳出血は急に発症するものもあるというからね。とても怖い病気だわ。2024年の上半期だけでも、これだけ多くの有名な方がお亡くなりになったのね。どの方もその世界では活躍されているのはもちろん、とてもたくさんの功績を残されていて、亡くなってしまったことが残念で悲しいわ。本当にそうだよな。でも、オープニングで霊夢も言っていたように、改めて個人を紹介していくことで、忍ぶことができたように思うぜ。そうね、私にとってもとても大切な時間になったわ。人はいつか必ず亡くなってしまうけど、残した作品や実績、思い、そして魂は、これからもたくさんの人に受け継がれていくんだと、そんなことを思いながら聞いていたわ。今回取り上げた方々もそんな風に言ってもらえて、嬉しく思ってくれているんじゃないかな。改めまして、心よりお悔やみ申し上げます。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。